兵庫商業高等学校入試団は1988年昭和63年に学校の文化祭で中国の獅子舞を披露されたのが始まりで、今年で24周年を迎えられ、国際都市神戸の土地柄を生かした学校の特色活動として取り組まれております。技術の指導をされておりますのは、2007年アジアオリンピック競技会主催のアジア室内競技大会競技武流の部門で金メダルを獲得されました、シンガポール競技武流 国家代表隊総監督のジョニー・タンさんです。観光庁が主催するイベントや福祉施設への慰問など年間約40回の講演をされております。また夜行流では2001年より世界競技大会に8回出場され、上位優勝をされております。先日1月の7日8日に香港にて開催されました夜行流の世界大会ではベスト4に入賞され、今回もその実力を世界大会で認められました。チームの特徴としましては、公立高校なので生徒は3年で変わります。世界レベルを毎年維持していくことは大変なことであろうと想像ができます。生徒の皆さんの努力が伺え、その成果を今日も発揮してもらえるものと楽しみです。また女子生徒の皆さんが懸命に取り組んでいるところも特徴の一つとなっております。入試団での活動を通して他国の文化や伝統に直接触れ、礼儀作法など人として生きる全てを学び、心技体を鍛え、感謝の気持ちを伝えることができる素直な人格形成を目指して努力をされています。それでは準備ができ次第皆様方に獅子舞をご覧いただきたいと思いますので、今しばらくお待ちいただきたいと思います。